お前だな、最近俺たちの邪魔してるお子様ってのは。なんか来た。おかげでロケット団のメンツ丸つぶれ。このままじゃボスに顔向けできないじゃん。ってことでちょっと痛い目見てもらうよ。ひどい。寄ってたかって、これはなんだ、4対1ぐらいか。待ちなさい。子供相手に多勢に無勢。うん、まさに、まさにその通り。見過ごせないわね。なんだこいつ、まとめてやっつけてやる。こっちの3人は私が相手してあげる。そっちの彼は頼めるかしら。あ、そういう流れ。それじゃあ行くわよ。ロケット団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。ロケット団の下っ端はラッタを繰り出した。いけプリン。いや、まさかポケ戦で回復する前にこんなトラップが待ち受けていようとは。とりあえず安定ののしかかりでーす。怒りの前歯。ああ、これヒットポイント。確か半分にされちゃうんですよね。うむ、まあ、こっちもよく半分削れたからいいかな。はい、のしかかりでーす。せっかくさっきいい傷薬と傷薬で回復したのに、何ちゅうことをしてくれんねん。さあ、ここで必殺前歯とか来たらちょっときついですけど、怒りの前歯。なんだそのバカの一つ覚えみたいな。まあ、こっちもずっとのしかかりなんで人のことはあんまり言えないんですけど。よし。あれ、ラッと一体だけしかないの。ボスになんて報告すれば。いや、もうちょっとポケモン連れてきた方がいいんじゃないですか。もう一体ぐらいいるかと思ってました。お子様くせになんて強さだよ。いやいや、ラッタ一体しかいないのか。三人がかりで手も足も出なかった。その強すぎる氷ポケモン。あんた一体。私はポケモンリーグ四天王のカンナ。あなたたちも氷漬けにしてあげましょうか。してんの？間に合ってまーす。あなたやるわね。想像以上だわ。なるほど、ジムバッジ集めてるのね。あなたがポケモンリーグに挑戦してくれること楽しみに待ってるわ。それじゃあまた。ほうほう、こういうイベントが追加されたんですね。